はい、皆さんおはようございます。桜彩香です。今回はケレタロの Vlog を撮っていきたいと思います。それではバモス。旅行2日目です。今日は、先人向けなのかな、ブナーレ2つ行って、あとワイン工場に行きます。ケレタロはワインがめっちゃ有名なんでいろんなワインを試していきたいなと思います。ちなみに今日の朝ごはんはバナナブルーベリー豆乳スムージーです。最近スムージーハマってるんですけど、なんかパパイヤとなんかリンゴ入れたり、マンゴーのスムージーだったり、今日は久々にブルーベリーとバナナスムージーを作りました。美味しい。昨日はですね、移動でだいぶ疲れて、あんまり歩いてる方出かけなかったんですけど、今日多分明日はケレタロのいろんな場所に行くので、それではバモス。はい、ということですね、最初の目的地プエブロマヒコのテキスにやってきました。これからですね、テキスの中心地の市場で買い物をしていきたいと思います。はい、やってきました、ワイン工場。今まだ時期じゃないんですけど、向こう側にワイン畑が見えます。ここが多分工場ですね。